子の部屋でございます。今日のお客様は女性が選ぶなりたい顔ランキング第1位の方でいらっしゃいます。みんながこういう顔になりたいという女優さん、北川景子さんにおいでいただいております。よくいらしてくださいました。よろしくお願いします。本当にみんながなりたい顔があなたの顔第一位って、ね、いいと思いますけど、今度女料理人の役をやりなんで今大変だそうでございます。北川景子さんです。お願いします。デビューなさった11年目ということでございますが、徹子の部屋は4年前においでいただきました。4年前の時はなんか非常になんか緊張してらして、ほとんどの人が、はい、何喋ったか覚えてらっしゃらないって話ですけど、はい、本当かどうかちょっと伺ってみようと思います、はい、そんな感じでしたか。そうですね、もうめちゃくちゃ緊張して、なんか終わった後何喋ったか全然覚えてなくて、でも全然そんな感じじゃなかったんです。私そういうふうに全然思ってなかったの。よく言われるんです、すごい緊張してるんですけど、そう見えないって言われるので、損だなと思ってるんですけど、でもいいじゃないですか。今緊張してらっしゃるんだよ。してます。本当に、はい、全然そういうふうに見えない。やっぱりですか。めちゃくちゃ緊張してるんですけど、でも楽しみたいと思います。あ、そうですよね、はい、よろしくお願いいたします。まあ、4年ぶりのご出演ということで、はい、芸能界に入ってもう11年になる。はい、なりました。あっという間でした。あっという間、はい、17歳でデビューして今年28になるので、だからセブンティーンっていうのはその17歳ということで、はいはい、セブンティーン雑誌の表紙とか、はい、モデルをやりになってらっしゃる、ちょっと表紙あるので、はいはい、でもこの時なんだか知らないけどものすごくなんか痩せなきゃいけなかった。あ、この時、はい、そうなんです。あ、でも可愛い。ちょうど17歳、はい、10代後半の時ですね、身長が割と私は160あるかないかぐらいで低い方なので、モデルとしてはちょっと身長が足りなくて、こう縦に細長く見えるために痩せなさいってすごい言われまして、そんなに痩せてんのにまで痩せなさいって言われちゃうの、モデルだと。やっぱり若いので顔もふっくらしていたので、なんかすっきり見えるように痩せなさいと言われて、もう30キロ台ぐらいまで落としたりして。食べ物で、それは。そうですね、なんかいろんなダイエットしましたね。キャベツだけダイエットとか、豆腐だけとか、キウイだけとか、いろんなの、ね、あの頃ありましたね、そういうので、はい、パイナップルとか流行ったじゃないですか、いろいろ、はい、そういうのやってました。で、目的の体重にはなったんですか。はい、39キロとかなってました。でも今思えば、なんかもっと若いんだし、好きなもの食べてればよかったなと思うんですけど、その時はもう何事もこうまっすぐ突き詰めてしまう性格なので、もうとにかく痩せなきゃと思ってやってました、ね。まあ、かわいそうでしたね。でもまだお若いからね、はい、大丈夫です。その時はでもセブンティーンは割と長くおやりになったの。17、18、19と、まあ、2年、3年ぐらいやりました。あ、そうですか、はい。でまあいう風な、まあ、表紙、はい、今とても記念になると思うんですけど、はい、いろんなお洋服着られたりするんでしょ。そうですね、私はでも女の子らしい洋服担当みたいな立ち位置だったので、割とスカートとかが多かったですけど。あ、そう。でも可愛いお洋服着られるっていうのはいいでしょ、はい、女の子にとってはね、モデルって。そうですね、よくその同性の方がファンですっていう風に言ってくださったりとかするのはすごく光栄でしたね。そうですよね、なんかちょっとしたキュートな感じとか、はい、それからちょっとまあコメディみたいなものもおやりになったりもするんですけど、そういうところも、はい、それから化粧品のコマーシャルなんかもやらせていただいてます。そういうことで、はい、やっぱりみんながこういうふうになりたいってみんなが思うっていうのは、でもあなたのような顔になりたいって皆さんが思いになるってやつはどういう気持ち。まあでもこの顔になるまで1時間ぐらいメイク塗りたくってますからね。そう、 そうなの。そうですよ、全然素顔に見えますけど。いやいや、もう撮ったら別人ですから。本当嘘でしょ、そんなの。いやいや、まあ、すごくなりたいって言っていただくのは光栄だし嬉しいんですけど、自分ではやっぱり朝一の寝起きのね、ぼんやりした顔も見たことがあるから、よく皆さんこんな顔になりたいって言っていただけるなと思って。本当に、なんかピンときませんね。全然そういうふうに思えないですね、なんかね。か、私なんか拝見してるともう朝起きた時からこういう顔だろって思える。いや、もうメイクさんとバッチリ今も当たってますから、照明が。でもまあね、いずれにしても、はい、まあ、それは顔だけのことじゃなくて、いろんなこれはオリコンのランキングなんですけど、そういうみんながああいう顔になりたいとか、はい、ああいう顔だったらいいのにっていう顔に一応なってらっしゃるので、どんな、それは朝起きた時の顔がっていうんじゃないからいいじゃないですか。いいですか、もう、はい、嬉しいです、ね、はい、でもそれは嬉しいことだと思いますよね。そうですね、だってそういう、ほら、綺麗でもそういう顔になりたくないっていう顔だってあるかもしれないね。やっぱなりたいっていうのは相当だと思いますよね、やっぱり ね。なんかすごく自分ではピンとこないですけど、すごく嬉しいですね、メイクとか髪型とかすごい真似してくれるので、ファンの皆さんが。そうね、はい、それからあなたがお召しになったものなんかもやっぱり
こうなんか期待とかね。そうですね、同じものを期待とか言ってくださったり、うん、だからもう常に身が引き締まりますね。いつも新しいヘアメイクとか服とかそういうのがね、うん、チャレンジしないとと思って、だからファンの皆さんのおかげで、うん、なんか綺麗にいなきゃって思えるので、うん、そこはすごく良かったなと。で、ちょっとお出になる時はやっぱりちゃんと綺麗にして出ようとかっていう風な感じあります。やっぱり今日も特にちょっと気合を入れてきましたね。可愛いプリーツのスカートとね、はい、上のね、本当にそのなんていう生地なんですか、タフタっていう生地、ね、はい、昔のね、ずいぶんかわいい絹のね、素敵なプリントの、はい、それからそういうネックレス一つにしてもやっぱりみんな好きかなとか思うでしょ。そうですね、うん、なんか洋服に合ってるかなとか、うん、みんなが真似したいと思ってくれたらいいなっていうのがいつも選ぶポイントにはなってます ね、うん、小さい時はどんな顔だったの？小さい時って。小さい時あんまり変わらないですね。でも結構性格がボーイッシュな方だったので髪の毛をすごく短く切っていて、ジー、うん、パンを履いてたりとか少し男の子っぽかったかもしれないですね。じゃあ顔は可愛い、じゃあ可愛い子だったんだね、きっとね。ですかね多分そうだと思います。可愛い男の子みたいな子だったんだろうと思いますけども、はい、でもまあ、あれですかね、神戸のご出身っていうことですけど、はい、そのセブンティーンはオーディションか、それともスカウト？ですね、私が住んでいた神戸市のその自分の家の最寄りの駅の近くでスカウトをされて、そこからセブンティーンのオーディションを事務所が推薦してくれて受けて。あ、じゃあ事務所にお入りになってたんですね。はい、うん、そうですね。あ、そう、はい、オーディションっていうのはどんなことするんですか、行って。みんな同じお揃いのタンクトップにショートパンツを着て、そのもちろんスタイルがよく見えるような服を着るんですけど、うん、で写真を撮って面接をして、で読者の方がそのエントリーナンバー1番から20番どの子が可愛いって言って紙面で見てハガキを投書してくれて受かるんです。あら大変。そうなんです。あ、そうなの。審査がすごい何時もあって、あ、そうなの、うん、その時ですか、なんかこんなハンコみなんかハンコ作ったとかいうの。あ、それは他局なんですけど、初めてのドラマに出演する時のオーディションで芋盤を掘りました。そうでしたね、はい、芋盤で何か掘れって言われて。いや、なんか特技を一つ何でもいいから見せてくださいってオーディションで言われたんですけど、私はその時事務所に入りたてで何にもその芸能界に入るための特訓も受けてなかったので、もうお歌もできないし踊りもできないし何もできなかったんですね、でも前日まで何しよう何しようって悩んで、パッと目に入ったのがサツマイモで、これを掘ろうって思ったんですよねサツマイモ、うん、当日審査員の方のお名前を頂戴して、彫刻刀を持って行ってたので、うん、掘って、逆にこう掘るわけでしょ。そうです、そうです、うん、カタカナで掘らせていただいて、カタカナ、うん、バンと押して、うん、どうぞって言って、もうこれで落ちたら、うん、もう芋が悪かったなと思えるかなと思ってうん、芋盤にしました、苦肉の策で。そしたら入ったの。そうなんですよ。すごいですね、芋があってね、今があるっていうかそういう感じなんですけど、芋があって今がある今がある芋のおかげそうなんですよ、さつまいものおかげ でもその考えはいい考えでしたよね、はい、なんか慣れてないことするよりはね。そうですね、どっちにしても慣れてないんでしょ、うん、その芋盤も。芋盤も慣れてなかったんですけど、うん、ちょうどその時美術の授業で版画を彫るだか何かで、うん、彫刻刀を買ったばっかりだったので、これと芋でやろうみたいな、うん、そうよね感じでした。そんなところで歌やなんかやったことないのにね、やったりするよりは。そうですね、あとはやっぱり自分らしくというか、人と違ったから良かったのかなと思うので、その後芸能活動する時も、あ、自分らしく下手でもいいからいいよっていうふうに思えたので、うん、すごく貴重な経験でした。で、選ぶ方の方もドンって押されて、うん、はい、これあなたのですって言われたら、とっても嬉しかったんじゃないですかね。よく惚れてるねって言ってくださった、はい、言っていただいて。あ、そうなの、はい、それは良かったですね。それがまあ出発点ってことになりますからね、はいはい、でもお子さんの時は先生に、お医者様になりたいと思ってらっしゃった。そうですね、なんかすごく体が弱くてというか、風邪をよくひいたりしていて病院に行くことが多かったんですけど、小さい時に、そうするとこう白衣を着たお医者様が、大丈夫ですからねって、すぐ治りますからねっていつも言ってくださるんですよね、それを見て、わあかっこいいなと思って、すごく安易な理由なんですけど、私もこういう人を安心させられる、人助けができるお医者さんのような仕事をしたいなと思って。それはいいですよね、はい、ましたね。でもあれですかね、そんなのにそういうセブンティーンに出ないって言われたら、あ、そうしようと思って。最初はやっぱりピンときませんでしたね、普通の学生でしたし、やっぱりテレビや雑誌っていうのは東京の方が出るものっていう印象があったので、
うーんと思いましたけど、その時ちょうどその成績も伸び悩んでたりいろいろ悩んでた時だったので、あ、もし芸能界でいろんな方に笑顔とか届けられるとしたら、うん、それも人の役に立てるのかなって思い直して、そこから思い込んで、あの飛び込みましたね。でも今も本当に考えられないぐらい、あなたの中から大阪弁はないんですけど、なんか当時なんか大変だったんですって大阪弁みたいな。そうですね、みたいなって変ですけど、あのセリフを言う時になまってしまって音声さんにもう一回もう一回って言われるんですけど、そう、どこがなまってるか全然わからなかったり。でも今でもあります、結構。今伺ってて全くわかりませんね。本当ですか？私、今は全然わかんない。なんかセリフになると上がっちゃうみたいで、ちょこちょこ、今でも出るんですけどね。そう、今はでも全然、こうやってお話してた時は全然。それすごいですよね。でもね、本当ですか？すっかり染まりました、東京。まあ毎日住んでらっしゃるとね、周りの人がね、周りの人が大阪の人が来てしょっちゅうしょっちゅう話してるとね、もう一気に関西弁に戻っちゃいますね。今でも家族と話したりとか、そうか芸人さんいらっしゃったりするともう釣られちゃってダメですね、そういう今は、まあ、東京の言葉みたいなの喋ってらっしゃるけど、昔大阪弁でいらした時に、そうやなとかなかっておっしゃると、なんか人にこうきつく見られたこともあったんですって。そうですね、まず一番最初東京来た時にびっくりしたのが、よく私女子高生だったんですけど、その時ウケるねって言うじゃないですか、女子高生が。でも全然顔が笑ってなくて、あ、そうウケるねとか言って、私がこう喋った話がつまらないからウケるねって言われてるのかなと思ってすごい悩んでしまって、やっぱ関西のウケるってもう吉本新喜劇のどっかんどっかウケるっていうことなので、顔が笑ってないのにウケるなって言われちゃったから、なんか面白くなかったかなとか悩んだり、あとは逆に私がなんでやねんみたいな感じで、そのイントネーションだけ何それとか言うと、すごいきつい人みたいに思われちゃって大変だったりしましたね。お顔もそういう感じだから、ほらお綺麗だから、ちょっとなんていうの、あの笑ってんだろうけど、よく関西とかなんか出直してこいやとか言うんですよ。なんかアホちゃうとか、それをバカじゃないの出直してきなよって言った時にすごくなんかシーンとしてしまって、現場が。あなたもおっしゃったら、そう、私は本当に関西人のつもりでというか、いつもの自分の感覚で出直してこいやみたいな冗談だと思って言ってたんだけど、すっごいみんなシーンとして、スタッフさんがあの人相手役の人に出直してこいって言ったよみたいな感じになって大騒ぎになっちゃった時があったから、そうですよね。そう、だからもう私もちゃんと関西の気質からちゃんと直していこうってその時関西じゃアホや、お前アホか、出直し、アホちゃうかっていうのはもうなんかアホちゃうか、出直してこいやって、出直してこいやって、何でもそんな大した意味がないの、意味もないし、結構愛情表現だったりするんですけど、あ、そりゃ東京の相手役の人にあんたバカじゃないの、出直してきたらって言ったらそりゃ相当のこと言っちゃってるって感じですよね。そう10代の時にそんなことしてしまったものですから、あ、二度とこういうことはしちゃいけないというふうに関西の人は別にそう思わないかもしれないけど、東京の人はそういうふうに思っちゃうんだね、きっとね。実はただの関西女なんですっていう感じですね。じゃあ私は単なる関西女ですか、気にしないでくださいっていうのを関西弁で言ったらどういうの？いや、私はもうただの関西女ですから気にせんといてください。それでいいわ。はい。気にしません。大丈夫。ありがとうございます。よかった、これみんな見てくれてるかな。そうね。でも私よく芸能人 の芸人の方がここいらっしゃってた時、笑わないんでね、とっても評判悪いんですけど、あの方がいらした時に、かいのってこうおっしゃったんですよ、狭間寛平さんがね、そうにおっしゃったんで、もう一回さ、かいのっておっしゃったんで、あ、まあごめん、遊ばせ、それ芸なんですかって言っちゃったんで、いきなりそっちの方行ってね、あのなんとかずりずりってなんかお腹そこにこすってね、やめくじなんとかゴリゴリとかなんとかって笑わせようとなさったんだけど、慣れてないもんですから、どうぞそちらお座りくださいとか。もうそんなね、相当失礼したんですよ。心折れたでしょうね。行きました、もうね、あの傷ついたってね。あ、でも、ザリザリ思い出になりますよ、きっと一生の。それあのおっしゃってました、そういうふうに。そうですよね、きっと。そう、でもほら、私たち慣れてないんでしょ、そういう関西の笑いに。またね、そうですよね、もう全然その風潮が違いますもんね、笑いの種類というかね。それでね、ちょうどたまたまね、関西出身の男の子があのディレクターにいたんですよ、そしたらその人はね、かいいのって言っただけでもうすっごい嬉しいってね、狭間寛平さんが徹子の部屋で、かいいのって言ってくれたって嬉しいって普通だと思うのにね、はごめん、遊ばせ、それゲイですかってね、それはね、ないんと違いますみたいに言われちゃって、すごい切れ味ですね、でもいいと思う。
すごいのはあのハリウッド映画にお出になったって、はい、19歳の時にアメリカに行きました。なんていう映画？ワイルドスピードという、うん、あの車のドリフトの映画なんですけど、はい、私は車を修理するメカニックの役で出させていただいて、結構その男勝りな、うん、自分に少し似てるかなっていうような役だったんですけど、初めての海外だったんですよその時。英語で。そうなんです、うん、で結構、まあ、学生の頃は英語に自信があったりしたので、ミッションスクールでなって、そうなんですよ、だから学校も英語に力を入れてましたし、うん、まあなんとかなるんじゃないのと思って行ったら、もうやっぱりロスだったのでいろんな人種の方がこういらっしゃって、訛りも様々じゃないですか、うん、そうだからもう何言ってるか全然わからなくてうわーと思ってすごい心折れた苦い思い出なんです、うん、で悔しくって、その後ホームステイもしたんです。あ、そう、そうなんです、うん、2ヶ月間 LA に行って、でロサンゼルスに来て、はい、勉強して帰ってきて、うん、まあ、あの日本人周りに一人もいなかったので苦しかったんですけど、もう、ね、うん、でもなんか今思えばすごくいい経験だったなと。よかった。それからはハリウッドからお話はないんですよ。あるように頑張らないといけないんですけど、勉強したのにね、せっかく勉強したのに、うん、でもまたいつね、何だそういうことがあるか分かりませんものね、はいはい、でもそれにしてもなんだか今あの大変なのは、なんかあなた女料理人の役やってらっしゃるんですって。そうなんです、うん、身を尽くし料理長という作品で、原作の本がとっても人気だったんですけど、1年半前にシリーズ1があって、で今回2になって帰ってくるということで、うん、江戸時代にはすごく珍しい女性の料理人という、ね、当時なかったでしょうかね、はい、そんな人で、で、あ、これ今ちょっとこれです、はい、これです。お、本当に料理教室に通ったんですよ。お母様、お待ちくださいまし。鶴太郎さん、あの茶碗蒸しのゆり根は何だ。こんな風にすごい上からやっぱり言われてたんです。誠に失礼いたしました。これだから女の料理は、あら、所詮初代のまかないなどと言われるのだ。初代のまかないなどと言われるのだ。何をあんなに怒っていたのか。腹が立つですね。おお、小松原様、松岡、松岡、ご存知なのですか。原作者の清右衛門という男だ。こういうちょっとした仕草が難しくって、意外に切ったりするよりこういうちょっと添えるとか混ぜるが忙しいとか難しいですよね。三つ葉とシラウオのかき揚げ、それから三つ葉ご飯です。美味しかったな、これ。美味しかった。美味しかったです。こいつはいけねえや。え？うますぎていけねえってんだよ。あら。いいわね、ああいうところでちょっと作ったりなんかして、はい、そうなんですよ、本当に料理教室というかお料理の先生に教えていただいて特訓して、私料理全然できなかったんですよ、このお役いただいた時に包丁もまともにそこまで、やっぱ上手な人ってすっごい早いじゃないですか、千切りとか、そんなに早く切れないっていうような状態だったのにオファーいただいて、そこから本も一念発起して。でもね、こうやって見ると本当に感じがいい感じなんですけど、やっぱり難しい、うん、難しかったですね、うん、もう先生にもうマンツーマンで教えていただいて、うん、家でももう毎日卵一つ割るんだって、やっぱりね、料理人が割ってんのとあなたが割ってんのと違うでしょうからね。そうなんですよ、うん、なんかその卵を割るだったり、ちょっとしたこう添えるとか、うん、さっと水を切るとか、そのちょっとせわしなく急いでやってる様子が、こういうところがね、なんか難しかったですね、うん、仕草が、うん、あ、そう、でも可愛いわね、あなたの顔がね、こうね、あ、ありがとうございます。でもこういうところもあれでしたね、お箸の持ち方一つにしてもお丼持つんだけど、それだけだってもう難しいでしょう。そうなんですよ、布巾の扱い一つから何から、うん、やっぱりプロっぽく見えるためにはっていうのと、やっぱ普段からやってるように見えるためにはっていうのは、本当に慣れてないとできないですか。なんか刃の骨切りもやったんですね。そうなんです、やったんです。考えただけでもゾッとする。そんなの、ハモってすごい骨がたくさんあるお魚で、うん、これあなたさっきおっしゃってた美味しいって。美味しかったんです、うん、よしよし、あ、これこれです、骨切り。あらららら、結構力がいる作業なんですよね、うん、骨がね、女性にとっては、うん、思い切っていかないといけないんですけど、なんか怖い人がいっぱいいる。そうなんです、みんな見守ってて、所詮女の料理人だからできないんだろうって言ってみんながこう見てるっていう。なるほど、はい、シーンなんですけど、では無事に、はい、できました。できました、できました。もう、うん、本当にハモを生きてる状態からさばいて練習して、生きてるから、はい、やらせていただいて。でも今のこれ、あ、本当だ、こんなの、はい、怖いじゃん、大体からして。本当に練習の時噛まれたんですよ。あ、噛む、そうでしょ。すごい獰猛な魚で。獰猛なの、はい、あら怖い。そうなん、噛みついたりするの。指に噛みついてこられたんですけど、あら怖い、うん、でもきっとこの役の女の子もそうしてたんだろうなっていうことで、あ、そう、ね、いい経験にはなったんですけど、うん、よかったでしょうね、はい、でもあなたの目が
鋭くてほら、はい、噛まれたら大変っていう顔に見えましたから、はいはい、でも本当にあの骨を切るっていうことが誰かが考えついたんでハモって食べられるようになったんですってね。あの骨を切る前は食べられなかったんですね、骨が多くてね。とっても硬いし、もう何千という骨が一匹の魚の中にあるらしいので大変、うん、じゃあ今あのちょっとハモなんか切ったりはできます？今、はい、やれって言われたらできます。ただなかなかハモ買ってきて家でやろうとならないですけど、でももしもの時はもしもの時はできます、うん、あ、そうです。どこででも生きていけると思います。あ、そうですか。じゃあ包丁一本あればそうですね、なんとでも、はい、ご自分でこれ以上得意というの何かありましょう、料理は。私はね、その2年前に初めてお役いただいた時は料理がすごく不得意だったんですが、最近ちょこちょこ時間があるとやるようにしていまして、一番得意というか好きなのはお肉の料理が好きなので、お肉を今映ってるのはこれ何ですか？これはかぼちゃを煮たのと、これは肉巻きおにぎりなんですけど、肉巻きおにぎり、つい 2,3 日前に作ったんですが、中に生姜ご飯をおにぎりにして、あら美味しそうね、お肉で、はい、それでお肉はどういう味がついてるの？お醤油とかみりんとか、あの生姜とかでやっぱり煮るの初めにお肉は、タレにお肉を浸しておいてから、おにぎりに巻いて焼いてっていう感じです、ごま油で。あ、そう、はい、それで中のご飯は、はい、生姜の生姜入ってるご飯で味で、はい、それをお肉でこうくるむ、はい、で最後大葉を乗せて、まあ、ちょっと大葉雑なんですけど、まあ、お家ででも、はい、パクって食べると美味しい味が。美味しかったですね、うん、で上のちょっとさっきの上のあのこれは普通のもうかぼちゃの関西風の薄味で煮つけたものです。はい、でも美味しいかぼちゃだったら甘くてね。はい、美味しかったです、うん、あ、そうなの、はい、じゃあこういうの、 あれやってみたりしてんの時々？そうですね、早く終わった日とかは、うん、もう昔は食事なんてパッて買ってきたものを食べればいいじゃんと思ってたんですけど、うん、最近やっぱ年齢とともにいろいろ気になってきましたのでちゃんと作ってしなきゃなと思って、うん、はい、時間がある時は。そうですか。でもあなた高畑敦子さんとご親戚なんですって？そうなんですよ、うん、私も小さい時からあの高畑敦子さんということは知らなくて、あの親戚の中から女優さんが出たよっていうのは知ってたんですけど、うん、それがこう何年か前に高畑さんだっていうことが分かって、うん、でも共演がまだ一度もなかったんですけど、先々月ぐらいかな、初めてバラエティ番組でご一緒して、うん、でちょうどこの身を尽くし料理場を撮ってた時も京都で撮影してたんですけど、控え室が別の番組でいらっしゃって隣で、ちょこちょここう会ってご挨拶したりお話ししたり、あなた親戚なのって言ったでしょ。そう、恵子ちゃんって言われて、あ、やっぱり血はつながってるんだなって思いました。私もなんか親戚のおばさんみたいな感じでなんかあーとか言って言っちゃったりして。よかったです。私はもう何回も舞台ご一緒しました。面白い方ですよね。そうだって、もうすごく面白い方です、うん、あの人香川の方かな。あ、そうでしょ。で学校の時ねすごく勉強できたんですってね。そう、最初なんですけど、ね、舞台で一緒になんか芝居したいとか思うでしょ。一緒にやりたいですね。舞台自体にもすごく憧れありますし、高畑さんとも共演させていただきたいですし、うん、ね、そりゃね、あ、舞台やりたいですか？やりたいです。生で演じてみたいですね、うん、いつか。ぜひぜひ、はい、もう 11年でしたっけ今おやりになってるね、はい、11年目です。だから、うん、もう少ししたらね、きっとね、うん、舞台のお話もあると思いますよね。そうですね、なんかその時々自分にとって一番ぴったりくるお役がこう巡ってきてくれるっていうような印象があるので。そうですよね。だから17歳の時にね、セブンティーンお出になったんですからね、いつかまた舞台の方からやってきてくれるといいなと思っています。ありがとうございました。ありがとうございました。恵子さんでした。ありがとうございました。